が王子様はこう続けた。じゃあ君も空から来たんだね。どこの星から？断線した挙句イカダに乗って太陽の真ん中を漂っている人よりもっともっと一人ぼっちでした。うまくいかなかったので僕はがっかりしたのです。大人の人たちと来たら自分たちだけでは何一つわからないのです。私のせいね。どうでもいいけど。でもあなたも私と同じくらいバカだった。どんな声の人？一番好きな遊びは何？蝶のコレクションをする人？などとは絶対に聞かない。小さな王子様は手を打ち合わせました。うぬぼれ屋は帽子を持ち上げてちょっとだけ挨拶しました。王様を訪ねた時より面白いぞと小さな王子様は心の中で思いました。憂鬱な気分になった。ここで何をしているの？とたくさんの空の瓶とたくさんの酒の入った瓶を前に。これから一人一人全員ここにいる人たちと目を合わせて握手とハグとして指切り全員一人一人と、はい、それを一人一人とやって関係のリセットの儀式これもなんかどっかで小学校ぐらいの時にやってこれすごいと思ってこっから始まったら人間関係は素晴らしいんだって分かったらいいっていうことを。Yeah.